すする TV。 ずれずれどうすするです。というわけで定期的に開催している家でラーメンをすすろうのコーナーですね。今回は勘のいい方も気づいてるかと思うんですけど、6月12日からセブンイレブンにて発売されているこちら食べちゃいます。ドン、セブンプレミアム蒙古タンメン中本辛うま汁なしマーシン麺ですね。セブンの中本といえば、まあ、カップ麺とかあとご飯を入れて、ね、食べるスープとかいろいろあったんですけど、今回ついにもうレンジでチンするだけで食べられるっていう文明の利器ですね。これは本当に今までのセブンと中本のコラボ商品には外れなしということで、早速こちらを食べていきましょう。レッツゴー。というわけでまずちょっとこちらをね開封していきたいと思います。あ、もう匂いがしてる。もうなんか中本の匂いがしてる。もうめっちゃ匂いしてますね。中本の匂いがすごい。このホワジャオ入りのラー油は加熱しないみたいですね。今回のこのマーシン麺っていうのはお店で食べられないオリジナルメニューらしいですね。これ楽しみだ。確かに食べたことないんでね。このホワジャオ入りラー油もお湯で温めておくといいかもしれないですね。お、できました。そして出来上がったこちらにこちらのホワジャオ入りラー油を入れるんですけど、こういう感じでまあ一応辛さ分けられます。入れる量によって、まあ、ちょっと初なんで半分くらい入れています。ん？大丈夫かな？入れすぎてないかな？というわけで完成しました。こちらが蒙古タンメン中本さんの辛うま汁なしマーシン麺ですね。ほんと辛うまな匂いというか、結構このね、ホワジャオ入りラー油が後から効いていくんじゃないかということですね。というわけで早速いただきます。汁なしなんでね、最初は多分混ぜて食べるのがいいんじゃないかと。すーごいな、おい。わー、でもめっちゃ美味しそうですね、これ。やばいな、結構混ぜてるだけで美味しそう。はい、じゃあいい感じに混ざったところですすってみましょう。おぉ、あ、うまっ。わ、カレー、わ、後から来るやつ。なんならちょっと一口目は甘かったっすよ。ちょっと甘みのあるうまさの後に一気に辛さが押し寄せてくるというか、うわ、辛っ。結構ちゃんと辛い、これ。やばいな、これは。なかなかすごい。このホワジャオ入りラー油のおかげで結構しびれっぽいのも来るんで、唐辛子の辛さとそのしびれの山椒系の辛さ両方一気に来ますね。これすごい。もうすでに汗ばんでますもんね。辛いものにはもう基本生卵が僕は合うと思ってるので、もちろん今回も生卵を用意しました。というわけでじゃあちょっと生卵にもつけて吸ってみましょう。うん、あ、やっぱ辛いけど、だからうまいですね。やっぱ生卵をまとうとすごくいい感じになる。冷凍食品でほんとチンするだけっていう手軽さを考えたら、この味のクオリティはやっぱすごいと言わざるを得ないですね。もちもちの太麺と辛いこの麻婆のあん、これがまあ絡むとやっぱまあうまいっすよね。当たり前ですけど。うん、はい、というわけでまあ麺は完食したんですけど、この具がね若干残ってるので、もうこの残った具のためにもちろん追い飯も用意しました。持ってきます。はい、というわけでこちら追い飯用意しました。はい、というわけで追い飯を投入すると。はい、というわけで追い飯スタイルでいただきます。うん、やっぱこれご飯合いますね。うん、うわ、辛っ。いや、結構しっかり辛いですよ、半分だけでも。うん、あー辛い。はい、というわけでセブン限定中本さんの辛うま汁なしマーシン麺いただきました。名前の通りやっぱりしっかり辛うまでね、もう本当にこう中本の味といった感じで、しかもその中本の味がレンジでチンするだけで食べれるっていうのは本当素晴らしいと思いますね。辛いもの好きとかと中本ファンっていう方もぜひ一回は食べた方がいいんじゃないかという、そういう商品ですね。やっぱり中本さんのセブンのこの組み合わせは外れなしといった感じで大変美味しくいただきました。まあ、またこういったインスタント麺とかカップ麺とかの企画もシリーズ化してやっていきたいと思っているので、このカップ麺食べてほしいとか、このインスタント麺食べてほしいっていうのがあれば、ぜひコメント欄の方にいただければと思います。加えてチャンネル登録と、そしてグッドボタンとかもね、よければ押していただければと思います。そんな感じで、それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごっそり。